明日はお暇ですか？うん、暇だと思う。仕事の方は仕切り直したし。あ、明日からゴールデンウィークだったっけ。どっか行こうか、ゆかり。あ、ううん、あのごめんなさい。ん？京都へ帰ります。あ、実家か。いや、しょうがないさ。いつ帰る？明日12時の新幹線で。いきなり明日か。それは残念。見送りにでも行こうか。まあ、月へ行くわけでもなし。会いたくなればいつでも会えるさ。そうかな。会おうと思えばね。シンデレラだって会えただろ。あれは素敵な王子様が一生懸命探したからだよ。シンデレラも会いたいって力いっぱい思ったんだ。その気持ちがガラスの靴を呼び寄せたんだよ。宗一くん、ん？私がシンデレラだったら宗一王子様は追いかけてくれましたか？何言ってんだ、バカ。バカ。あんなボンクラ王子と一緒にするなよ。俺なら自分で見つけ出す。草の根分けても必ず見つけ出す。いや、そもそも逃がさなきゃいいんだ。馬車に乗る前に捕まえて離さない。それでいい？うん。じゃ、そろそろ帰ろうか、シンデレラ。お願いがあります。ん？王子様、見つけたら、ううん、捕まえたら先にしてね。任せろ。強いな、お前は。女のくせに泣きもわめきもしない。ただじっとあいつを待つ。見上げた根性だ。惚れた男を信じ切るか。俺も
若い頃お前のような女に出会っていればな。傷はつけんよ。お前にも、お前の恋人にも。総一君は、私なんか…まだそう深い仲ではないのか。無茶の詫びではないが、あのクソガキを落とす技を一つ教えてやろうか。期待してるな。俺たちは皆視線をまたいで生きている。全てをかけて立ち向かう何かを持っている。それだけを理解してやれ。立ち向かう何か分からんだろうな。まあ要は何があっても黙って笑顔で送り出して、何があっても黙って笑顔で迎えてやればいい。それだけのことだ。素敵な奥さんになればいいのですか。そうだ、そうだな。賢いな、お前は。帰る港になれ。そうすれば何もせずとも向こうが惚れる。失っては困ると勝手に追いかける。大吾さんは？そんな女がいればこんな商売はしとらんわ。きっと探せば見つかります。つくづく面白い女だな。暇ができればそんなこともしてみようか。大丈夫です、きっと。まったくクソガキにはもったいない。さあそろそろ奴が来る。その辺に転がってくれ。教えた通りの手順で頼むぞ。思い切りセクシーにな。大吾さん。ん？どうして総一君と戦うのですか？男だからだ。男？数限りなく戦った。地獄落ちは覚悟してるが、最後の戦いはそこそこの男とやりたいからな。総一君が？だがまだまだクソガキだ。ま、鍛えてやれ。守るべきものを手にして強くなるか弱くなるか、それは奴とお前次第だ。はい。来る。おしゃべりは終わりだ。大吾さん。生きていたらまた会おう、ゆかりくん。はあ、よく来たな、クソガキ。
やかましい。おやすみ。手紙。手紙。ちょっと聞いてんのバカ。手紙。んだよったく。何が手紙なんだよ。いつのだ。今日。ちょっと待ってろ。待ってろって。総一君へ、昨日はありがとう。とても素敵な一日でした。今まで生きてきた中で一番素敵な日でした。昨日のことは生涯忘れないと思います。本当にありがとう。ずっとこのまま時が止まればいいのに、ずっとそう思ってました。でも今日が来ます。実は父が基地の職を辞して京都で研究の仕事に就くのです。悩みました。無理を言ってこちらに残ることもできました。でも昨日一晩一生懸命考えて京都に向かうことにしました。本当は一緒にいたいです。ずっと一緒にいたいです。でも私は総一くんの足を引っ張ってばかりです。私のために何度も危ない目にあって、私のために疲れた体を引きずって、私のために、それじゃダメです。
君がいてくれるから頑張れる、そうあなたは言ってくれます。でもだからこそ私も頑張ろうと思います。甘えてばかりじゃいけません。帰ってきたあなたを笑顔で迎えてあげられる強くて立派な人になりたい。あなたに甘えてもらえるような素敵な人になりたい。あなたの近くにいては甘えてばかりのような気がしました。だから旅立とうと思います。あります。何をどうしていいのかまだよくわからないけど、とにかく精一杯頑張ろうと思います。遠くからあなたを見守っています。あなたがくれた素敵な時計と一緒に。東風のものは何度も私を助けてくれたあなたへの感謝の気持ちです。いろいろ考えたのですが、これしか思いつかなくて、受け取ってください。総一くんは何を見てるの？ああ、これ？うん、これは俺の憧れの一品。それでは、遠い空からご活躍とご健康を力いっぱい祈っています。さようなら、私の王子様ゆかり。私がシンデレラだったら、総一王子様は追いかけてくれましたか？明日、12時の新幹線で。王子様、見つけたら、捕まえたら。サツキ、頼みがある。金は後で払うから、お前の精一杯全開マックスの料理を用意して、俺の部屋で待っててくれ。
伏見家の引っ越し祝いだよ。パーッとやろうぜ、いつもみたいに。あんた、何、何言ってんのよ。3人で。気にしてね。任せろ。Yes, my name is Yid. Be my pilot, Nasty Boy. Are you ready? Start your engine.設定日本語。悪いが今日は気取ってられない。了解です。時間短縮を最優先。11時59分に新幹線駅だ。行けるか、ミルト。道路交通法はいかがでしましょう。何それ。行きます。フラットアウト、ゴー。やあ、マイスター正面、障害です。お行儀は悪いが、左から行くぜ。レディー、ゴー。さすが見ると、完璧だぜ。工程、半ばを超えました。順調です。特に問題がありません。 OK。 ゆかり、待ってろよ。これなら悠々間に合うぜ。帰ったらオイル交換な。いえ、祝杯は終わってからあげましょう。正面、再度障害。ん？その気になられちゃ厄介だ。隙を見てもう一度左からだ。一発で決めるぜ。
了解。行くぜ。なん。この野郎は、こっちは遊んでる暇はないんだよ。ミルト、何とかしてくれ。安全なオーバーテイクポイントが一つだけあります。チャンスは一度。この先の出口付近。出口？出口レーンを加え、三車線になります。無茶だ。あそこの出口レーンなんてスズメ3歩分ぐらいの距離しかない。正確には230m。現在速度、各車両状況、私の加速能力より理論上可能です。余裕は 15cm。 それは可能とは言わないんだよ。では中止します。予定時刻に間に合わず申し訳ありませんでした。くー、しょうがねえ。やるぞ。了解。さすがはラスティーボー。余裕ぶっこいてて大丈夫か。コンマ1秒間違えれば俺もお前も防音壁で真っ二つだぜ。ご主人様と一緒に死ねるなら本物です。だから死んでくれるな。冗談です。来たぞ。行きます。お見事です。余裕だな、ミルト。安全だと言いました。ギリギリだろ。目の前に15cm。 ピタリです。ご主人様を見直しました。普通あそこでフルスロットルは踏めません。
の野郎、ケイがいるって分かってんなら先に言ってくれよ。ビビらせやがって。何か恨みでもあるのか。今の女を捕まえに行くのも、昔の女をこき使うのもあまりにひどく、恨む理由になりませんか。は？ミルトちゃん。はい、ご用件はどうぞ。ごめん、何か。ゆかりは人間で、君は車だから、その…ゆかりさんは人間で、私は車だから。両方愛してるってのはダメ？仕方ありません。お、事前の提案ですが、飲んでおくのは賢明だと判断いたしました。さすが見ると話がわかる。そうこなくちゃ。あのような小娘に負けるわけにはいきません。きっともう一度振り向かせてみせます。何言ってやがんだ。俺は今でもお前に夢中。ゲームミッションを完遂いたしましょう。オーケー。よーし、あいつと捕まえたら3人でドライブ行こうぜ。ちょっと足伸ばして、渚の見えるハイウェイ。ご主人さん、問題発生です。こんなところで。ここはいつも北駅前方322m地点に高熱源で、事故発生直後です。 VICS での把握が間に合いませんでした。申し訳ありません。君のせいじゃないさ、ミルト。迂回ルート、現在のルート以外に7分以内に目的地に到達可能なルートはありません。 U ターンして次の高速降り口から南下する手は。高速区間 3625m を平均 722km で走る必要があります。私には不可能です。飛ぶぞ、ロケットブーストだ。そんな便利な機能はありません。ご主人様、私にお手伝いできることはもうありません。んなことは分かってるよ。ですから、役に立たぬ昔の女は捨てるに限ります。目的地までわずか 2422m。 ダメだな、俺君に頼って自分の足で立つことを忘れていたぜ。お頼りいただき光栄です。ダンケ、ミルトン、愛してるぜ。ご分も。待ってるぞ、ゆかり。
ゆかり。ゆかり。ゆかり、ゆかり、ゆかり、違う、いや悪い、すまん。俺今駅のホームで間に合ったんだけど、探せなくて見つけられなくて、それで悪い。俺なら自分で見つけ出す。草の根分けても必ず見つけ出す。悪い、すまん。本当にごめん。謝って済む問題じゃないと思うけど、すまない。いや、そもそも逃がさなきゃいいんだ。馬車に乗る前に捕まえて離さない。次は絶対に見つけて捕まえる。本当だ、信じてくれゆかり。やっぱり私は宗一くんには邪魔な人間なんです。神様が間に合わせてくれないんだもの。バカ野郎。そんなやつどうでもいいんだ。俺たち以外のやつなんかどうでもいいんだ。間に合わなかったのは俺のミスだ。だから取り返す。次は間に合うように頑張る。ここまで来れたのはお前のおかげだ。お前がいるから俺は頑張れるんだ。だからそばにいてくれ。ゆかり、お願いだ。一緒に、俺と一緒に、ずっと俺のそばにいてくれ。嫌です。
ゆか、ゆかりー。嘘。嘘のお返しだよ、遅刻ばかりの王子様。どうしてここに。先生よりはマシだろ。ゆかり、ゆかり。そう、一花。ゆかり、ゆかり、ゆかり。私は。総一くんの姿を見たら降りてきちゃった。ダメなもんか。離さない。もうずっと離さないぜ、ゆかり。ありがとう、ありがとう、総一くん。ずっと、ずっと、いつまでも。一緒だよ。空を埋める星たち。
大友をいとも簡単にエンストさせるとは。天才です。ごめんなさい。いいよ、いい、ゆっくり行こうぜな、ゆかりちゃん。はい。しばらく休憩にしよう。午後の特訓は厳しいぞ。はい。まあ、今日中に走り回れるようになればなんとか。 100% 無理でしょ。冷たいな、お前は。論理的、合理的判断を述べているだけです。やれやれ。飯にしよっか、そういちよ。オッケー。あの、お昼ご飯なら、あの…ミルト、君も何か食べる？ 100% 化学合成オイルなら、少し。言うね。しかし、鏡基地での大暴れから1ヶ月、次のアクションは、俺たちから仕掛けるか。よし、エディ、昼飯食ったら訓練再開だ。俺はその間、データ整理を。あれ？エディ？おい、昼飯じゃなかったのか？はい、お昼ご飯です。嫌な予感がします。たくさん食べて。